12日、世界中から注目された中国共産党の重要会議、三中全会が閉幕しました。中国当局は社会統制の強化に向け、国家安全委員会と改革の進化指導チームの2つの最高権力機構を新設すると発表し、国内外で議論を呼んでいます。12日午後、4日間の第18期三中全会が閉幕しました。中国当局が真っ先に公表したのは、国家安全委員会の新設でした。中共已有了政治局常委，为什么还要成立国家安全委员会呢？说明中共对政权缺乏自信。就可以看到他对武警、对法院，他对所有的工具不信任，信心完全丧失。アナリストも国家安全委員会の設立は中国共産党内部で熾烈な戦いが繰り広げられていることを物語っていると指摘します。情報によると、習近平国家主席自らが国家安全委員会を率いて、外交、軍隊、情報部門、香港、マカオ、台湾問題の指揮権をすべて握るとのことです。これに対し国家安全委員会は、旧ソ連の国家保安委員会、KGB 同様、赤色恐怖を実施するのではないかと案じる声も聞かれます。旧ソ連の KGB は、ソビエトが対外、対内的に浸透し、暗殺や破壊活動を行う組織で、異なる政権を持つ同胞に対して迫害を行う道具でもありました。また、KGB のいかなる行為も法律の制約を受けず、悪名高き旧ソ連の象徴となっています。新唐人テレビがお伝えしました。政府以危险之人，大家。